はい、こんにちは、ゆうてぃ薗です。今回は滑りに行くための準備ということで、スノーボードの板のまあ簡単なワックスのかけ方や、このバインディングっていうものを板に取り付ける正しい取り付けの方法なんかを説明していきたいと思います。今回の動画で使う道具はたった3つ、ドライバー、固形ワックス、コルクになります。まず板にはワックスを塗りましょうっていうことなんですけど、基本ワックスで一番いいとされているのは、こういう固形のワックスをアイロンっていうものでポタポタ溶かして伸ばして板の中にこう浸透させる、板のソールに浸透させるっていうやり方で、ホットワックス、まあこれが一番持続力が長くて滑りもいいっていうことでホットワックスするのが一番いいんですけども、この動画を見てる人の中にはやっぱりホットワックスめんどくさそうだし、まあ、そんな場所も時間もないよっていう人はいると思うんですけど、まあ、板にワックスやっぱり塗ってないと、まあ、つんのめって転倒したり、フラットで全然滑らなかったり、まあ、板のソールもちょっと傷つきやすかったりとかもするので、まあ、ワックス塗るに越したことはないと思います。で、まあ、スプレータイプの簡易ワックスとかっていうのが一番こうメジャーになってくるのかなと思うんですけど、ああいう液体のスプレータイプのワックスっていうのは、やっぱり数本滑るともうワックス効果っていうのはなくなることが多いと思います。まあ最近人工雪なんか行く時も正直ホットワックス全然塗ってないです。まあ別に滑るっちゃ滑るんで、ワックス塗らないともう絶対ダメだよってことはないんですけど、まあ一応簡単に塗ってってるんですけど、一応僕の塗り方としてはこの固形ワックスをこうやって単純にこう生塗りします。こういう感じでワックスを、白くなってってるの分かるかな、これ結構しっかり塗っとくといいかもしれないですね。こうやって塗って、もう最近人工雪行く時はもうこのスタイルです。もう最近もうめんどくさいし、なんなら家とかもそんなまあスペースもないし、ゴミも出るのもちょっとなみたいな。まあ生塗りしただけだったら全然こう浸透してないので、まあちょっとコルクで伸ばして、まあ少しちょっと中にすり込んであげるようなイメージで、摩擦熱を加えてこのワックスを板にちょっと浸透させるようなイメージでコルクで伸ばしていきます。滑走方向に向かってノーズからテールに向かって伸ばすといいってされてるんですけど、まあ、僕スイッチもするんで別にどっちもいいかなっていう感じで、まあこんな感じでしっかりこう擦りつけてあげると、まあこれだけだったらね、時間もお金もかからないんで、まあアイロン1台買うだけで1万円とか、ワックスとかブラシ買うだけでもう1万円とか、まあちょっとしたスペースでこういうコルク、1000円もしないコルクと、ワックス、固形のワックス、1500円ぐらいかな。それぐらいのもので、こうやってこうやっていくといいかなと。本当はここからブラシで整えてあげるっていうのが多分一番いいんですけど、こんなんだけでも少しツヤ出るんじゃないかなと思うんで、ちょっとぐらいは、ツヤ出たかな。あまりにもワックスが入ってないと本当に滑んないので、まあこういうのこういうタイプか、まあスプレータイプでもいいんですけどね、まあちょっとワックスやってみましょうということですね。さあここから本題のバインディングを板に取り付ける方法です。まあこれは本当にドライバー1本で誰でもできるので覚えとくと損はないと思います。スキー場でビスが少し緩んだとか、まあ友達の板とか彼女の板が少し緩みました、そしたらあ、俺、バインディング調節できるよ、なんて言ったら、スマートでかっこいいですよね。まあ、知っといて損はないと思います。まあ、去年初めて買って、もう1年何も触ってないってなると、もしかしたらビスが緩んでることもあるかもしれないので、ぜひ滑りに行く前は、ビス緩んでないか、見てみてください。まあ、それと、あと、重要になってくるのは、この角度。この角度ですね。バインディングの角度。こういうのも簡単に変えれるので、今の角度が気に食わない人とか、なんかこういうの試してみようかなっていう人は角度も変えれるので、ぜひそちらも一緒に合わせてやってみてください。まあ、僕のおすすめの角度は、まあ3パターンあります。まずトリックとかやりたい人は、ダックスフンド、ダックスタンスですね。ダックスタンスっていうのは、ちょっとガニ股気味に、足を置くパターンです。こうすることによって左も右も
トリックした時に、回転した時に、左も右も滑れるようなスタンスがダックスタンス。まあ、オールラウンドに、まあ、初心者の人とかもこういう角度がいいのかなとは思うんですけど、まあ、後ろは足を0度、前足を少し開いて15度ぐらい、15度前後で通るっていうのが、まあ、ノーマルスタンスな感じになってくるのかなと思うんですけど、左足を少し開いて後ろ足は0度ぐらいで、まあ、ある程度トリックもいけるし、前を向くことによってターンもしやすくなる。これは初心者の方も一緒ですね。ダックスタンスで閉じてるよりも少し前を向いた方がターンはしやすくなるっていう感じです。まあ今初めてつけようっていうことなんで、あんまり角度これはやらないかもしれないですけど、前足をガツッともう20何度、21度、24度、27度とかっていう開いて、まあ後ろ足はもう少し前に向けたり、まあ0度から前に少し6度とか9度とかこう振るときは、よりこう前に向くので、カービングターンっていうのがもうすごい上手く、まあ、特にヒールサイドターンが上手にこう切れるっていうことで、まあ、これは余談なんで、ちょっと上手い人とか、カービングターン、ヒールサイドターンもっと綺麗にターンしたいなっていう人はやってみるのもありかもしれないです。ちょっと慣れないとすごい難しいんですけど。で、この肝心のその角度の決め方は、まあ、スタイルによって決めましょうということだったんですけど、大体まあ、15度ぐらいにしようかなっていう時は、じゃあどうするのかっていうと、このバインディングにメモリが大体振ってあるので、どのブランドも。そのメモリに、ここのディスクの矢印を合わせていきましょうっていう形です。ではやってみましょう。このディスクの矢印を、このメモリ、バインディングのメモリに、0度、15度、30度っていうのに合わせていきます。で、まあ今回は、15度。今回は15度なので、この矢印をこの15度のところにこうやって合わせていきます。ただこれだけ。で、あとはこのまま、ビスの穴ですね。穴の、まあ今、大概こういうの書いてあるんですね。矢印書いてあったりとか、水晶みたいな書いてあるんですけど、まあ板の、これが一応板の真ん中って言われるところですね。この板の真ん中に、トーンと置きます。はい。15度で置いてみました。で、ビスを、まず一つずつ。仮止めですね。こう片方だけギュッといくと、どうしても閉まってか、片締めというか、片方にずれちゃうので、4点、仮止め。順番的には、対角上。対角上1、2、3、4みたいな感じで締めるといいかもしれないですね。で、仮止めしたら、今度はちょっと強めに行きましょう。強めに行って、まあある程度強めに締めたら、両手で、ぐっと、こうやって締めていく感じです。はい。これでバチッと15度。後ろ足も同じ要領です。もうパッとつけちゃいますよ。もう慣れちゃえばこんな感じで、何秒ぐらいですか？ 2秒ぐらい。1、2、あ、ダメですね。30秒ぐらいかな。こういう感じで。一応これで、15-0レギュラー。あ15-0レギュラー。ああ、僕大前提言うのは説だ。レギュラー、左足前のことをレギュラースタンス。右足前のことをグフィスタンスって言います。レギュラー、グフィです。これは右利き、左利きによって違ってきたりとかするんですけど、主に右利きの人、右投げとか、野球で右バッティングっていう人は前足軸という。スタンス。まあ、サッカーとかも軸足を使って右で蹴る。みたいな人は、レギュラースタンス。一方で、左でこう投げたり、バッティング。左で、右足軸で左で蹴る。みたいな人は、そういうのがやりやすい人は、グーフィースタンス。で、セッティングしてください。で、板の、前後ろ。まあ、板の前後ろなんてこう見たら、多分わかると思うんですけど、こういう文字が、普通に、上向いてるものは、こっちが上ですね。で、こっちがノーズになるので、ノーズに、まあ、
右足グーフィースタンスの人はこれの逆にこう右足をつける、で左足をつけるっていう感じですね。はい、これ忘れてた、これ超大事ですね。はい、でこれで一通り取り付け方分かったと思います。めちゃくちゃ簡単なんで、ドライバー1本あれば誰でもできます。ぜひやってみてください。はい、これで終わりって言ったら甘いです。最後ブーツ、このブーツを事前にこのバインディング合わせておきましょうね。あ、で、そうだ、これセンタリング、まあね、最初のうちはそんなわかんないかもしれないですけど、一応センタリングっていうものを教えておきましょう。上手くなっていくとね、超大事なんで、このセンタリング、このセンタリングっていうのは、まあディスクをこう縦に使う、もちろん横に使うこともできます。このディスクはこうやって横に使うこともできます。この横に使えば、この矢印合わせて、まあ角度決めて横に使えば、こうやってスライドして細かい、横のスタンス幅っていうものを決めれるんですけど、縦に使うこともできます。で僕は結構縦に使うこと多いんですけど、縦に使った時は、まあ、15度でこうやって合わせて、縦にスライドさせて、どこにバインディングを置くかっていうのは決めることが一応できます。このブーツですね、このブーツを置いた時にブーツのこの出方が前と後ろが同じような出方になるぐらいの位置に、スライドさせて、あんまりこれだと後ろすごいかかと出すぎてるんで、ターンした時とかトリックした時のバランスがあんまり良くないかなと思うので、僕は板のこうセンター気味というか、つま先とかかとの出具合が同じぐらいの位置にバインディングを置くようにしてます。取り付ける前でも仮置きとかでもいいので、ちょっとブーツ置いてみるっていうのもいいかもしれないですね。センタリングまでできたらね、もう一発のスノーボーダーですよ。この一応基本、これも一応基本として内側から外側にかける、内側から外側にこうやってかける、左から右にかける方が右足です。内から外ですね、内から外、これが逆になって外から内、外から内っていうものになると反対についてます。なので最初は本当につけたことない人で、どっち左足、どっち右足ってもちろんあると思うので、これも覚えておくといいと思います。はい、ということでさらにこうやって締めていきましょう。これで締めた時にこうトーストラップ締めた時に、トーのこの真ん中に来るように、これは今真ん中来てますね、これだって正解です。この真ん中に来てないと、このビス真ん中来てないと良くないんで、このビスを緩ませて前後して、こう真ん中に来るように。トーがつま先の真ん中に来るように。このアンクルも、こう今真ん中にある程度来てますね。こう真ん中に来るように、ストラップ調整。ビスを、まあ、これだと、ここのビスですね。ここのビス緩めて、この穴を、前後選んで、この、アンクルが真ん中に来るようにするのが一番理想です。ここまでやって初めてスノーボードに行く準備ができたと。いうことです。ギアの準備ができたっていうことですね。これでもうかなりどうですか、道具のなんとなくの概要が分かったんじゃないでしょうか。まあそんなに難しいことは全然してないと思います。まあある程度、人間であればできると思います。僕もまあ人間に近いゴリラなんですけど、できるんで、僕でもできるんで、皆さんだったらもっと簡単にできると思います。以上、スノーボードの調整の仕方でした。スノーボードの道具、自分の道具は自分で触れるようになるとまた面白い発見があると思うし、まあビスが緩んだりとか何かあった時に対処しようがあると思うので、ぜひ自分で自分の道具触ってみてください。それではまたわからないことはぜひコメントにじゃんじゃんコメント書いてください。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。